どうも、こんばんちは、キシトです。食人記、続き読んでいきたいと思います。おはよう、いつや。ちょっと、なんでここに来てんのよ。大丈夫、すぐに戻るから、聞きたいことがあって来たのよ。聞きたいこと？あなたの父親の名前。父親？私のお母さんは産婦人科でしょ？いつやのお父さんについても何か調べられるかもしれない。何か覚えてることない？今度は私が力になりたいの。陽一郎。陽一郎さんね。それもあの女から聞いた話で確証はない。うん、それでもいいよ、ありがとう。ごめんね、おとなしくしようって言われたのに。ああ、まったく。いや、学校があるから私行くわね。え。お父さんの娘。お願いがあるの。あんた、さすがに不用心すぎない？大丈夫、ちょっと周り見ながら来たから。どうだか。いいじゃない。バレたところで入れ替えできなくなるくらいだし。ちょっとバカ言わないで。世間にとっては、アンジェラの姉は存在していない。私のことがバレたら、アンジェラの羊も調べられる。そしたら、マーガレットさんを誘拐犯に。どうしたの？急に怒って。いや、なんでもないわ。とにかく、私はバレたくないのよ。わかってる。ちゃんと気をつけてるわ。それより、今夜また入れ替わってくれない？話聞いてた？大丈夫よ。それにね、いつや。産婦人科のデータベースを調べたら、あの女の、利用記録があったのよ。それって、いつやを産んだ親だよね。父親の連絡先も書かれているみたい。うん、じゃあ、ここからが本題。それを調べるには、職員用の ID カードが必要なの。仕事に使うものだから、多分お母さんのカバンの中に入ってると思う。それで入れ替わってほしいわけね。お願い。いつやだってお父さんのこと知りたいでしょ？わかったわ。やってあげる。ほんと？ありがとう。ただ、このところ頻繁に入れ替わりすぎだわ。絶対に今発覚するわけにはいかない。お父さんのことは確かに気になるけど、結婚は明後日にしましょう。ラジャ。じゃあ明後日の晩ご飯にハンバーグをお願いしておく。ハンバーグ？お母さんの手作りハンバーグ、美味しいよ。うん。じゃあ期待してればね、お姉ちゃん。7日目。ごちそうさまでした。まだ顔色が良くないわね。寒くなってきたから かな。今日早めに寝るわ。そうした方がいいわね。ハンバーグ美味しかった。そりゃそうよ。だってお母さんの手作りよ。うん、ありがとう。おやすみなさい。え、おやすみ。美味しいか。今なら少しわかる。でもやっぱりここは居心地が悪いわ。茶葉の中から持ってくるだけ。今回は簡単ね。さすが、ありがとう。持ってきたのはいいけど、返すのは？大丈夫。私がこれから病院に行くから。お母さんが出勤してくるまでに、所要物を終わらせて、来たら何食わぬかで渡せばいいわ。忘れ物と届けに学校休んだって来たって？そういうこと。あんた結構大胆なこと思いつくわよね。お姉ちゃんの妹ですから。うん。そういえば、また化け物さんに会ったわよ。あいつに？なんか落ち込んで泣いてたみたいだったわ。泣いてた。いつかこれ。泣いてた。それじゃあ、私はもう行くわね。これ以上遅くなると調べる時間なくなっちゃう。はいはい、頑張って。でも当分はおとなしくしてないといけないんだから。いい？わかったよ。結果報告は明日の夕方ってことで。それがいいわ。よろしくね。ラジャ。前も同じようなやりとりをした気がするわ。大丈夫よね、きっと。明日もまた来なよ。
カップ麺を食べに。そしたら私のことを食べてくれる？君が美味しそうになったらね。あの女の名前で調べたらお父さんの名前も陽一郎で一致した。見つかったのね。ついでに私のことも調べたかったけど、それ以降の利用記録は見つからなかったわ。その時、生まれたのは女の子一人だけ。私の方は結局何もわからないままね。出生記録はマーガレットさんが書き換えたんだから、当然そうなっているわよね。双子の秘密は私が守らなきゃ。わからないならそれでいいわよ。あなたにはもうお父さんがいるじゃない。そうね。それで、伊勢屋のお父さんなんだけど、片山県の、市外に住んでるみたい。片山県、さすがに少し遠いわね。行こうにもお金がないわ。大丈夫、ほら。昨日、お小遣いとお年玉をかき集めてきたの。片山県に行くくらいなら十分足りるわ。さすがに、ホテルに泊まるまでは難しいかもしれないけど。そんなの受け取れないわ。ダメよ、受け取って。私だって、あなたの力になりたいよ。そんなこと言っても。受け取らないなら、このお金全部、化け物さんにあげるからね。なんで相手に。そりゃ、いい勢がお世話になってるみたいだし。この前なんだか落ち込んでたみたいだったし。だからって。じゃあ受け取って。それにいつやのお父さんなら、私とも何か関わりがあるかもしれないでしょ。私とアンジェラの父親。会えばきっと、私たちの生まれがわかる。お父さんに引き取ってもらう。お父さんの娘として。わかったわ。お父さんの娘になれるかはわからないけど、会うだけ会ってみる。ありがとう。化け物さんにもお礼言っておくのよ。だからなんで？だって、化け物さんと会ってから、いつやの顔が明るくなってるじゃない。え？なんか美味しいものでも食べた？みたいな。美味しい。あ、まさか人間？バカ、そんなはずないでしょ。ん？それから、これからも、これも。これ？私のイヤリングよ。片方だけ持って行って。そんな、こんなものまで受け取れないわ。ダメよ。これも持って行ってくれないと嫌。嫌って、そんな。だって、本当のお父さんに会うんでしょ？そしたら、あっちの家に引き取られて、もうここには戻ってこないかもしれないじゃない。な、もうあの女のところに戻らなくていいし、いつやには、お姉ちゃんにはそれが一番いいってわかってる。だから、持って行って。アンジェラ。私のこと、絶対に忘れたら嫌だからね。忘れない、絶対に。引っ越す前に、できれば顔見せてよね。分かってるわよ。じゃあね、お姉ちゃん。さすがに日帰りできるような距離じゃないわね。高速バスを使うにしても、腹ごしらえは必要か。そっか、美味しいって感じたのはあんたと出会ったからなんだ。僕と？やっと私、美味しいって思えるようになったんだ。そっか。ラーメン美味しかった。居場所があるって思えたら、本当にご飯は美味しいのね。片山県まで行って、もし本当のお父さんに会えるなら、私はもう戻ってこないし、アンジェラもここで幸せに。この時別の県に行ってたんだね。確か何人しか来なかった日があったんだよね。最後の方ね。ここがお父さんの住んでる町。さすがに北に来ただけあって、寒いわね。この辺の公園で寝泊まりするのも、この気温じゃちょっときついわ。住所は、大きい。これがお父さんの家。チャイムを押さないと。どうかしたかい？うちに何かご用かな？もしかして、美智子のお友達かな？いや、どうしたのかね？陽一郎さんですか？すまない。どこかで会ったかね？私、父親を探しに来たんです。君は、まさか英子の？いつやと言います。ご飯はちゃんと食べているのかね？あまり。駅前に喫茶店がある。私が出すから、
まずは食事を済ませよう。はい。いらっしゃいませ。二人なんだが、知り合いの娘が訪ねてきてね。込み入った足になるかもしれないので、手の少ない席を頼むよ。かしこまりました。さて、何か食べよう。好きなものを頼むといい。好きなもの。カップ麺。さすがに、喫茶店のメニューにはないかな。冗談です。いや、いいよ。苦労しているのだろう。すいません。ブレンドコーヒー一つとココア二つ、それとパンケーキプレートを一つ。かしこまりました。ここのパンケーキは有名らしくてね。慣れないかもしれないけど、試しに食べてみてはどうかね。ありがとうございます。パンケーキ、初めて食べた。なんというか甘い。口に合ったかね。緊張してそれどころではないかな。美味しいです、多分。それはよかった。ここまでは一人で来たのかね。はい、そうか。君も大きくなったね。では、君を子供扱いせずに話そう。いいかね。はい。まず、最初の質問に答えなくてすまなかった。確かに私は陽一郎。君の父親にあたる。君を名付けたのもこの私だ。この人が私のお父さん。英語君と結婚し、生活を共にしていたが、理由があって今は離婚し、君は英国に引き取られた。はい。それで、わざわざ私を訪ねてきたということは、母はその、ヒステリックで、あまりいい関係とは言えず、父がいるという話を聞いて、母からも引き取ってもらえと。なるほど。大方予想はついたよ。お父さんの娘に。なるほど。大変だったね。はい。なるほど。なるほど。すぐに帰ってくれ。ゲストとして扱い、そうのもてなしはしたが、私が君にしてやれることはない。できる頃なら、そのまままっすぐ、あの女のところに帰ってくれ。でも、この時はあまり気のいい話ではない。それに、話しても結論が変わることもない。それでも聞くかい？はい、そうだな。子供扱いしないこと、念を押したのだったね。まず、私は君の本当の父親ではない。英子君とは名義上の間柄だ。当時、私には言い名付けがいた。相思相愛の仲と言っていい。ただ、大学進学をきっかけに、言い名付けは片山県に残り、私は単身で都会へ向かった。言い名付け？思えば、私も若かった。英子君とは付き合っていたわけではないのだが、酒の勢いもあって。何度か親密な関係になることもないわけではなかったが、一線は越えていないはずだ。遠く離れても、私はその言い名付けのことが好きだったんだ。うん。それから私は、大学を出て会社に勤めた。その頃には英子君との仲も疎遠になっていた。きっかけは、父の財産が私に相続されることが決まったとき、私との子を身ごもったのだと言って、急に英子君が私のもとに現れた。私の母は世間体を気にする人でね、半ば強引に英子君との結婚を勧めた。その時の子供が君だ。もちろん、後で DNA 鑑定も行った。そうしたら、私の子ではないと分かったかね。つまりあの女が、私の財産目当てに、どこの誰ともわからぬ奴との間に身ごもった子供が君だ。ガチでやばいな。私の本当の娘ではない。本音を言えば、私は君を恨んでいる。君は私と言い名付けとの仲を引き裂いた。そして英語と、離婚調停は私の娘の存在を、離婚調停は娘の存在を理由に泥沼化だ。一方で、英子はすでに別の男を作り、私も言い名付けと仲が戻りつつある。お前という鎖を除けば、君に罪はない、同情もしよう。けれども、私は君に協力できないし、したくもない。その線引きだけは把握してくれたまえ。いいかね。わかった。話が早くて助かるよ。この先のホテルに君の名前で予約を入れておいた。
もう遅いし、一泊してから帰るといい。ありがとう。これくらいなら構わないよ。わざわざ遠方から来てくれたお客様だ。役であるうちに帰りなさい。わかった。それと、恩を返せとは言わないが、一つお願いがある。何かしら。二度と私に顔を見せるな。難しいことではないだろう。それでは気をつけて帰りたまえ。はい。まあかわいそうだな。まあでもお父さんの言い分もわからんでもない。普通に。それからどうやって帰ったっけ。電車とバッグを乗り継いで公園や駅のベンチで夜を明かして、来た道をなぞるようにそのまままっすぐ、まっすぐどこへ行くというのだろう。私の帰る場所なんて、本当の父親だったらね。まあ、あの対応はマジでやばいけど。また違うし。ただい、男村の靴？誰か来てる？いいよ。来て、あゆむちゃん？あー、そういうことね。あ、何帰ってきてんだてめえ。よりにもよってあゆみちゃんが来てるときによ。ふざけんなよクソが。すぐに出ていくわ。最初から帰ってくんな。ここから消えてなくなりやがれ。アンジェラ、やだ、私どうしてここに来てんだろう。あら、どうしたの。こんな時間に学校は。しまった。それにその服、何かあったの。あ、これは、その、学校で派手に汚しちゃって、今は洗濯してもらってるんだ。それでほら、学校の貸し出しのジャージダサいでしょ。そう。校外学習でちょうどこの辺りに来ててさ、家の近くだなって思って来ちゃった。そうなの。ねえ、アンジェラ。何お母さん。この辺りで妙な噂があるの、聞いたことない。噂？なんでも、二人のそっくりな女の子が互いに入れ替わってるんだって。都市伝説みたいな噂話なんだけど、聞いた話だと、年頃はアンジェラと同じくらいらしいの。自分にそっくりな女の子の話、何か聞いたことはない？震えてる？やっぱり、マーガレットさんはアンジェラを連れ去った誘拐犯。私の存在がバレることを恐れている。何も知らないよ。そう。何よ、そんな学校の怪談みたいな話。私が信じると思った？そうよね。何言ってるのかしら、私は。入れ替わった相手は食われて消えちゃうのかしら。あら、そんなお化けの話があったわね。ごめん、すぐ戻らなきゃ。もしかしたら私のことを探してるかも。じゃあね。今度は汚しちゃダメよ。はーい。うかつだった。うかつだった、うかつだった、うかつだった。このままじゃ私とアンジェラのことがバレるのも時間の問題よ。そうなったら、マーガレットさんがアンジェラが。帰る場所か。いつまでも人目に止まらず公園で暮らすなんてできないわよね。警察が捜査に動けば、私たちの出生は簡単に暴かれる。アンジェラ。アンジェラは帰ってきてるかしら。夕方の件、問題になってなければいいけど。いつや、アンジェラ。窓の外からあなたが見えて、戻ってきてくれて嬉しい。私もまた会えて嬉しいわ。戻ってきたってことは、お父さんは、お父さんじゃなかったわ。でも、私は大丈夫よ。そう。いっぱい話がしたいけど、長くはいられないわ。なぜだか知らないけど、私たちのことが噂になってるみたい。やっぱり、このままじゃ時間の問題ね。このままじゃ本当にバレちゃうかも。いっそのことを全部ネタバラシしちゃう。それはダメよ。いつや。ねえ、アンジェラ？ご飯は美味しい？え、何それ。美味しいよ。今日もお母さんの手作りシチューで、すっごくすっごく美味しいよ。あなたは幸せかしら。当然よ。本当に笑えるわ。いつや。本当に笑えるくらい、私はこの世界に居場所がないの。母親から連れ子はいらないと言われ、父親からは二度と顔を見せるなと言われ、その上妹のあなたの居場所さえ、
私を奪ってしまう。どういうこと？だからこうするしかないの。私は最初から生まれてなんていなかった。不自由を強いる母親に娘はいない。親子の鎖で縛られる父親に娘はいない。アンジェラと入れ替わっていた少女も最初からみんないなかったの。いつや？アンジェラ、私はドッペルゲンガー、ハグに戻るだけ。いや、やだよ。あなたはいつや？私のお姉ちゃんでしょ。あんたが幸せでよかった。このイヤリング、やっぱりもらっていい？何？急にどうしたの？あんたのこと覚えておきたいなって。うん、あげるけど。いつや、どこか行っちゃうの？いつや？お母さん。あなたはお母さんのところに行って。待ってよ。いいから。これ以上、二人が一緒にいるところを見られたら、まさか本当に、いつやなの？あなたのお母さんを苦しめる。ちょっとどういうこと？いい。あなたとは私は赤の他人で、ちょっと背格好が似てただけ。お母さんにちゃんとそう言うのよ。いつや、なんで、やだ。大丈夫。お姉ちゃんに任せときな。お姉ちゃん、じゃあね。いつや。アンジェラ、あの子は。知らない子よ。ちょっと、背格好が似てたわね。そうなの。ええ、そうよ。いつかちゃんと話そうと思うことがあるの。ええ。いつか聞かせてちょうだい。私はあなたに。帰ろ、お母さん。私たちのことはもう噂になってる。これ以上一緒にいれば、アンジェラが双子だったことがバレる。事故や自殺じゃダメよ。私のことが警察に取り上げられたら、きっとアンジェラとの関係を公にされる。だから完全にいなくなりたい。最初からいなかったみたいに、綺麗に存在を消してくれる化け物。ずいぶん、久しぶりだね。ねえ、私を食べてよ。いつやのストーリーを見た。で、最後のシーンに来るわけだね。こちら、異性生物対策課。つい先ほど、食人行為を行う検体を発見。少女を連れています。対象は少女の右腕を捕食。現在、合戦中。誰でもいい。至急応援を送ってくれ。了解。すぐに応援を送る。その少女から離れなさい。何をする？くそ、目に砂が。逃げるわよ、早く。たくさんの人に見られた。いいから走るの。いたぞ。こっち。くそ、どこへ？隠れたのか。逃げ慣れていやがる。あっちの方か。人目につかない道なら全部知ってるわ。さすが、だね。ここからなら誰にも見つからず、いきなりまで出られるわ。騒ぎが広がる前にこの街を出ましょう。ありがとう、いつや。やっぱり、なんで私の名前を？まさかアンジェラに？いや、そんなはずは。行こう。この街を出るんでしょ？ええ。どうしたの？乗り遅れるわよ。この街を出るなんて考えたことなかったわ。死ななくてもいい。消えなくてもいい。逃げ出す、そんな方法。あんたと一緒じゃなかったら考えもしなかった。一人じゃできなかった。あの女が捜索願いなんて出すとは思えないけど。一度でも警察に見つかればアウトね。これからあんた、お尋ね者ね。私も大差ないか。なんでそんなに楽しそうなの？さあ、どうしてかしら。僕と、だから？それもあるかもね。まだ行けるかもって気になった。希望が見えたの。
お互い居場所がないものどうしたからかしら。居場所がない。あんたは一人ぼっち。でもって、私も一人ぼっち。じゃ、二人ぼっち？何それ、冗談のつもり？笑えた？くだらない。でも、その、ちょっとだけ気が晴れたわ。そう。まあ、そういえば、これ。え、何これ？イツヤが切符を買ってるとき、駅の売店で買ってたんだな。じゃあ、そのとき顔見られたのね。え？気づいていないかもしれないけど、あんたの顔ってよく見ると不気味なのよ。気味が悪いくらい人間じめてるっていうか、人間味がありすぎるの。普通の人間よりずっと人間らしいって顔。どういうこと？何かあったのかな？次の駅で降りるわよ。え？知らぬ顔でドアの方へ移動しましょう。そこの方、ちょっといいですか？この辺りで事件があったみたいで、聞き込みをしているのですが。失礼だけど、その子は、君の妹さんかな？え？ねえ、おじさん、お腹すいた。ちょっと、引っ張らないで。お嬢ちゃん、ごめんね。少し話を聞くだけだから。と、すいません。話がそれました。犯人の人相がちょうど、あなたのような感じでして。おいっ子さんかな？その腕は？どうしよう。僕が食べた、なんて言えないし。生まれた時からなかったんだよね、おじさん。うん。偉そうな顔しないで。いいの、すっかり慣れちゃったもの。それにお父さんとお母さんが産んでくれた体だもん。前向きなお嬢さんですね。ちょっとだけ見せてもらってもいいかな。いいよ。確かに。ついさっき切られたようには見えないですね。申し訳ございません。ご協力感謝します。駅に着いた。すぐ逃げないと。ちょっとおじさん、この駅じゃないよ。え？もうせっかちなんだから。すいませんけど、何か身分を証明できるものって。学生証でいい？あ、すいません。左手だけだと、やっぱりちょっと不便で。気にしないでください。拾うの手伝いますよ。今よ。あれ？さっき片腕はもう慣れたって。しまっ！あの二人。だいぶ雪も弱まったみたいだけど、それでも歩きにくいわね。こんなに早く気づかれるなんて。多分だけど、あの警官は私たちを発砲してきた部署とは違うわね。街中の警官たちとは観察してると、なんとなく、相当とか、仕事とか想像つくの。担当ね。担当とか仕事とか想像つくの。でも、私たちを撃った警官は全く見たことがない雰囲気だった。僕のせいだね。やめてよね、そういうの。あんたも私も同じお尋ね者、共犯者。なら、どっちが悪いとかないでしょう。そうだね。ありがとう、いつや。いつや？ごめん、一瞬誰のことかわからなくて。自分の名前なのに？犯人に慣れてないだけよ。アンジェラ以外からその名前で呼ばれたことなんかなかったから。自分の名前なのにね。笑えるでしょ。僕は、自分の名前を知らない。誰かを名前で呼んだこともない。僕が名前を知るときは、その人はもう死んでしまっているから。そう。悪かったわね。いい。君は僕にとって特別だから。できれば、名前で呼びたかったんだけど。それで君が気分を悪くするなら、僕は。わかったわ。あんたにとって私は特別なんでしょ？なら私もあんたにだけは特別許してあげるわよ。ありがとう、いつや。
ちょ、抱きつくな。まったく世話が焼ければね、あんたは。ごめん。分かってたことらしいけど。それより、さっきの警官。確信はないけど、別部署からの寄せ集めよ。まだ完璧な情報共有まではされてないはず。不審に思われたかもしれないけど、大事にならないことを祈りましょう。うん。ここなら見つからないかな。そうね。随分と山奥まで来たし、人通りもできるだけ避けてきた。すぐにはバレないと思うわ。せっかくあんたが買ってきてくれたんだし、食べようかしら。ん？おいしい。トラブルはあったけど、町からは随分離れられたわね。おいしいの？そうね、おいしいわ。おいしいって、どんな感情？人間は美味しくないの？わからない。考えたこともない。味なんかしない。そう。僕には、どうしてもわからない。なんで、僕は人を食べるんだろう。僕だって、人と同じように生きたいだけなのに。僕は、僕の食べた人たちは、みんな、死にたくなかったはず。帰る場所があったんだ。待ってる人だっていた。彩香ちゃんには、これからの未来があった。蓮くんも、叶えたい夢があった。翔くんも、巨悪に立ち向かう覚悟があった。みんな、未来があったはずなのに、僕が、食べた。美味しいなんて思えないよ。化け物も人間も。私だって美味しいって思えるようになったのはつい最近のこと。あんたと出会ってからなんだからね。僕と、なんて言うのかな。私の場合、どこにいても居心地が悪かったの。家でも学校でも私の居場所なんてなかった。それが普通だと思ってた。何かを食べて生き続けて、そうやって、ここに続けられる意味って何かあるのかしら。そんなことばっかり考えていたわ。僕も似てるのかな。なんとなくわかる気がする。そうね。何もかもどうでもいいや。そう思ってた。そんな時にあんたと出会った。いつや。美味しいって、ここにいてもいいよって言われてる気がするの。許されて認められて、この世界に居場所があるよって。命をつないでいいんだよって。命を。そう思えなかった頃の私は何を食べても美味しくなかったわ。今は居場所がある。あんたもよ。僕も。二人ぼっちなんでしょ。今のあんたならきっと美味しいって気持ちがわかると思うわ。じゃあ、君を食べてみようか。これは最後の手段ね。わかってるよ。あんたとこんな話をするなんてね。私、人を励ますようなタイプじゃないんだけどな。そういえば、いつやに慰められたのは初めてだったわね。私に？ようやく、わかったよ。あの時の子は、いつやじゃなかったんだ。私じゃなくて？ああ、アンジェラのことね。そうだね。僕が落ち込んでると、静かに話を聞いて、慰めてくれてた。僕が化け物だってことも、どこまで本気だったんだろう。あの子、信じてなかったみたいよ。あんたのこと、面白い人だって言ってた。面白い人なんて、ひどいな。僕は本気で悩んでいたのに。そうね。でも、僕はあの子に助けられたよ。いい子でしょ。ああ、いい子だね。自慢の妹だから。こうやって星空を眺めたのは初めてだわ。いつも空を見上げてなかった？見てたの？ちょっとだけね。まあいいけど。昼や夕暮れの時は特にね。
ハトでもカラスでも鳥が自由に飛んでいるのを見るとぼーっとして気が紛れるわ。匂いとか温度とか傾きが変わる瞬間が好き。我が物顔で浮かぶ大きな雲が好き。夕暮れ空の色が変わっていく時間が好き。でも夜の空だけは嫌だった。家にいれば何かと理由をつけて怒鳴られる。外に逃げても暑いし寒いし、たまに雨だって降るし、パトロール中の警官や他人の目だってあった。ただ早く時間が過ぎるだけを待ってた。あんたに出会うまでは僕にずっと待ってた。私の世界を壊してしまう何かを、きっと心のどこかで欲しがってたんだと思う。そっか、じゃあその役目は化け物の僕にはお似合いだ。そうかもね。隕石みたいだった。隕石？ふらっと地球に立ち寄っただけの異質な石ころ。世界の外から来てキラッと光ったと思ったら、星の生態を丸ごと変えていく。あんたは私の世界をめちゃくちゃに壊してくれたの。アンジェラとあの人だけだった。本当に小さな私の世界。それをね。悪いことをしちゃったかな。絶対許さない。これからはずっと一緒にいてもらうから。しょうがないな。あ、流れ星。え？一瞬だけ見えた。ねえ、明人。え？明人、今決めたあんたの名前。あ、ここも俺になるんだ。僕の名前？だって、この先ずっとあんたってだけじゃ不便でしょ。あんた、自分のこと僕としか言わないし。僕の名前、明人。と、気に入らない？うん。すごく素敵だよ。じゃあ決まりね。おやすみ、明人。おやすみ、いつや。あ、あったわ。自販機。ほんとだ。カロリーメイク、それにおでん缶まで。これなら、人前に出なくても、食料が調達できる。おでんなんていつぶりかしら。少し買いだめしておきましょう。これから水も、なんとかなりそうだね。おいしいわ。さあ、もう少し進まよ。うん。あ、ちょっと待って。ラジオが電波を拾ったみたい。誘拐犯は現在も逃走を続けており、犯人の特徴はやや長身で痩せ型。印象的な、目鼻立ちをしているとのこと。また、誘拐した少女を連れているとの情報です。これって、僕たちのこと。かもね。なお、男が連れている少女は15歳くらいの風貌で、過去の事故で右腕がないとのことです。心当たりのある方は、最寄りの警察署まで情報をお寄せください。なるほど。この腕だと確かに目立つわね。いつや？ん？大丈夫？水もらえる？気にしないで。ちょっとはむせただけ。うん。孤児院。牧師。壊れたわね。ゴミ箱から拾ってきた割には役に立ったわ。これからどうしよう。そうね。ねえ、明人、これ食べてみてよ。カロリーメイク？物は試しよ。美味しくない。食べられなくはないけど、多分食べても無駄だと思う。じゃあ生肉はどう？牛とか豚とか。え？野菜は？魚は？発酵食品は？試してないでしょ？食べられるものがないなんて決まってないわ。うん。ここから山の方に行けば牧場があるらしいわ。人目につかないしちょうどいいわね。まずは生肉から試しましょう。うん。人が来るわ。急ぎましょう。そうだね。
はい。というわけで、じゃあ今回はね、一旦これでね、終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。